はい、じゃあ続きで取っていきましょう。なんか階段付近を端子モードでって言って、なんかここに色変わってるところがございます。鍵はそこか。おう、なぜそんなところに無造作に置くのじゃ。まあとりあえずこれで先には進める。大変お待たせいたしました。会話がない。アロー、おきに。言うてやろ、お前助けたつもりはない。嘘つき、わかるもん。ほら、こういうのも元警官でね、この状況であんたにしないとら監視のやつが多すぎる。見捨てるわけにもいかんやろ。たまたま俺がいて、あんたがおった、それだけのことや。私許してないから。貴様がおばあちゃんにしたこと許してないから。別に許されようなんざ思ってへんの。さーて、休憩おしまい。泣き歌言うなよ。お前の趣味はないからな。三段だな。興味はない。時は止まってんな、こんな。誰もないんかーい。ちょっと待ってね。なんかございませんかい。なんもなさそうやね。まあこっちからだもんな。よいしょ。どうするんか俺。お地蔵さんや。戻ってきたね。さーて、さあ、特殊生物の気配はどっからや。元凶を倒さな解決せえへんねん。せめて何で教えてくれよ。ずっと山奥から感じる。悲しい。それに怒ってる。にゃーるほどね。このまま北へ行こう、ラララなんちゅうわけね。神谷の西が。くだらん。くだらん。何もない？何もない？
北上する、つまりこっちから。ダイヤロック。おお、進まれへんがな。オッケー。オッケー。ウェイト。どうした？すっごいトールタイプの特殊生物の気配がする。だったらこの3つのうちどのルートが一番安全か教えてくれよ。仕方あるねえな。あったりね。マニアか。こっちが左。左やね。結構山奥まで来たな。遠くから聞こえるな。森で何かが動く音が。いや、結構前から聞こえてるのね。この音はさっきからずっと同じぐらいの位置から聞こえてる。どういうこっちゃ。長つけてやがんのか。大体この辺でセーブしときゃいいかな。でもこれ脇道にそれても意味なさそうやね。道なりに進みましょう。おっと、コテージだ。コテージつうかロッジつうか。悪く思うなよ。はあ、こんなとこまで連れてきてさ。どっちにせよこのノームじゃ村の避難区域に戻ることは不可能だった。運が悪かったね。俺らは最悪のタイミングで外界から隔離されてもらった。別に、なあ、なんて呼んだらええかわからん。
そうか、名前知らんもんな。そういや。お、4時。5時前。大変失礼しました。まさか、金森家のお嬢さんとはつい知らず。そろそろ聞かせてもらえる？あんた方が叶えてる問題、知ってること全部。わかりました。この村には現在厄介な化け物が封印されておりましてな。俗称は、勝利だら、カンカンだら。年代によって呼び方は様々ですが、我々はカンカンだらと呼んでます。もはや神話に近い話です。数百年前とある村に人を喰らう大蛇がおったそうだ。時々現れては村を荒らす。村人たちは長い間ずっと悩まされてきた。ある時噂を聞きつけた村人は、神の子として様々な力を受け継いでいる巫女の家に大蛇退治を依頼した。村人たちが影から見守る中、巫女は大蛇と懸命に戦った。しかし前線をしたのもつかの間、巫女はわずかな隙をつかれ大蛇に下半身を食われてしまった。瀕死の巫女はそれでも立ち向かい、何か秘策があったのか。ところが戦況に絶望した村人たちは、巫女を生きにするかに村の安全を保証してくれと大蛇に持ちかけた。大蛇はそれを飲んだ。強い力を持つ巫女がいなくなれば、もはや自身を脅かす存在はいない。瀕死の巫女は村人たちに拘束され、食べやすいようにと両腕を切断され、だるま状態のまま大蛇に飲まれた。そうして村人たちは尊い犠牲の上に平穏を得た。だが実はこの大蛇退治にはある真実が隠されていた。なんと巫女は策略にはめられた。最初からすべて大蛇を倒すために巫女の家の者が村ぐるみで思案した計画だった。は？自分の家族撃ったの？まあ、使命と神通力を受け継ぐ名家ゆえ、さまざまな確執があったんでしょう。しかしその後異変はすぐ起きた。大蛇が去り平穏を得たはずの村で、次々と人が死んだ。津山三十人殺しみたいなように、ある者は村の中、山の中、森の中、死んだ者は皆右腕左腕のどちらかが亡くなっていた。そして巫女の家族6人を含む18人が死んだ。生き残ったのはわずかに4人。この話がいつからどこで伝わってたのかは分かりません。ですが私たちはそのカンカンダルを供養するため山奥に供養区域を設けてます。区域内には一つの箱があります。その中身はカンカンダルを祀る6本の棒。この形は巫女の姿を表しています。生き残った4人が怨念を鎮めるため、あらゆる事柄を調べて作られた独自の形式。
カンカンダルの封印なのです。なるほどね。で、その封印をいじっちゃったいうわけ。状況から察するに、どっかにならず者がその箱をめちゃくちゃにした可能性があります。ミコの怨念を浴びてしまう行動は主に2つあります。一番危険な行為は、ミコを表すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのは、その形が表しているのはミコの姿です。実は去年、3人の少年がこの区域内に入り、箱の中身をいじってもうたんです。その時死には出ませんでした。しかし実際は棒をいじれば終わりです。必然的に巫女の姿を見てしまいますので。どういうこと？話が無理してない？そこまでやって助かるなんて、あなたらしく言うてる話とちょっと違うけど。その少年たちは巫女の姿は見たけど、カンカンダラは見てない。その時は巫女として現れた。けど、つまり巫女とカンカンダラは表裏一体いうこと。おそらくダイジャが巫女を食ったことにより同化したんでしょう。普段は巫女としての意思を持つが、時と次第によっては、事と次第によっては邪神に同化す。その姿たるや、まあラミア的なもんか。話分かりました。でもさ、この状況もミコの遊びに見える？いいえ、さすがに手遅れかと。お、戻った。不注管理。おっと、ロッジに戻った。霧が濃くなってきた。今日は無理や。明日で全部終わらせよう。もう何時もたくてへんやろ。我慢できるか。マリア平気だ。ちょうどお前ぐらいの年頃やったで。妹に似てる。そういうマサなところとか、変に強気なところとか。妹がいる。いるんじゃない、いたんや。まだ生意気ながらで可愛い年頃や。もしもし者でも出前やった愛する俺はいつも振り回されとった。妹はちょっと普通とは違ってな、霊感があったんや。マントラがあったり、感じの悪い場所を避けて通ったり、いわゆる霊媒体質ってやつだった。いつもは強気だったあいつも、ことお化けに対して臆病でな。なんかあるたびに俺の元へ駆け寄ってきた。ほんで泣きそうな顔で抱きついてくるんや。死んだはそういう世界に触れすぎたからだ。俺は奴らを許すつもりはない。私、あなたのこともよくわかんない。
わがために言うな！言う思った。そんな陳腐なセリフをよ。たとえ相手が望んでなくともな。俺自身が納得でけんねん。死ぬまで変わるつもりもない。私にもいたもん、お兄ちゃん。はい、ひな。交わった半信半疑の怪物なのでしょう。そんなものが関わっていてはあの子は生きているかどうか。私の勘ですが、おそらく生きてます。仮に犠牲になってるとしたら今全体に何らかの反応があるはず。最後まで希望を捨てておいてください。何言ったんのかい。だとしたら人間やないで。どっちもバケモンや。小暮。三日目。大きい包囲網や。このままじゃリンチやな。ええか、俺が相手さんに行かやがれ。それまで降りてくんな。ちょっとや。ボスか。ほんまかい。
ヒント、侵入される前に倒す。これでいいの？いやいやいや。そう。はーい、ということでね。さらわれたところでセーブして今回のパートおしまいです。それでは皆さん、バルリオス次回へ続きます。